神奈川県鎌倉市の由比ヶ浜海水浴場で流され、行方不明になっていた16歳の男子高校生が発見されました。病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。午後3時過ぎ、由比ヶ浜海水浴場の監視員から沖合200メートル付近で人のようなものが浮いていると119番通報がありました。 警察などによりますと見つかったのはきのうから行方不明になっていた16歳の男子高校生でボランティアのライフセーバーが救命艇で引き上げてその後、病院に搬送されましたが意識不明の重体だということです。